はい、こんにちは、永田香織です。今日は海外からお届け物があり、それを開けていきたいと思います。まあもうタイトルでねお分かりの方もいらっしゃると思いますけども、ズボラ生活をするためのものをねお見せしていきたいなと思います。夏ですからね、あんま動きたくない時には何をするかね、涼みながら寝転ぶというところをしたいわけですが、今回お見せするのがですね、なんかこんなボロボロの箱に入ってきましたけども、これですね。刺し違い方はこれだけでわかると思います。これはねズボラ生活にはちょうどいいものだと思いますね。題して廃人への道。もう一個袋がありましたんで、そこからも出していきたいと思います。これはもうこういうことですよ。スマートフォンを挟めるやつです。で、こいつはこんな感じです。こんな感じ、こうにょいのとこう形が変えられの、ここを回すとどこかに挟めると。この先端には先ほどのスマートフォンをつけたやつをとっつけると。そうですね。私、何がこれで入れていいかというと、ベッドに、こういう感じで、つけて、こう、寝ながらスマートフォンの画面を見ると、いうことをやるために買いました。ベッドのどっかに、こう、つけるじゃないですか。まあなんか固定する、しますよと。して、こう、自分の頭の上まで上げての、こう見るっていう、感じの、ズボラな感じをやりたいんです。結構さっきも言ったように、YouTube をつけっぱなしで寝るみたいなの最近、やっていてですね。どうしても、俺の環境、今までの環境だと、こう、横に置くか、みたいなことしか、もしくはこうやって持っているか、横になりながら、それでも手で支えるかとかしかできなくてですね。なかなか見ながら寝るっていうのが、どうしても画面を見ないで寝るみたいな感じになっちゃって、音だけで楽しむみたいな感じになっちゃうんで、まあ、ものによってはちゃんと画面を見たいものもあるじゃない？これから寝るとしても。なんでね、ちょっと、こう、ズボラな感じを、これで、まあ、これから学生さんは夏休みでもあると思うんで、暑い中、外に出たくない、夕方ぐらいまでは、これでなんか YouTube を楽しみつつね、ゴロゴロしながら。で、涼しくなって、夜から、外に遊びに行くと、いうことをやってもいいのかなと思います。で、今、こいつに iPhone を入れました。で、iPhone っていうのは下側にスピーカーがついてるんで、これでね、こうやってガチッとはめてしまうと音が流れないんじゃないかみたいな心配があると思いますが、がっつり開いてます。しっかりと。スピーカーのとこも、こっち側も一応ね、開いてます。こっちが多分スピーカー用かな？ここがライトニングでっていう。まあでも充電しながら使いた場合はこっちだな。うん。こんな感じになってますね。しっかりと。iPhone の下側についたスピーカーでも大丈夫と。音は聞けるという感じですね。こういう感じです。さっきもね、言ってる、ここ結構固めなんで、割と重めの端末でも大丈夫だよなっていうふうには感じつつ、なかなかこう自分の好きな形にするのが大変そうですね。で、ここの幅は、ここら辺まで開くんで、iPad mini、iPad 9、9.7 インチいけるかなどうかだな。ちょっと俺の手元に 9.7 インチの端末ないですけども、こういう感じですね。まあ、7.9 インチ、iPad mini ぐらいかな。うん、それぐらいかなと思います。で、これ結構安くって、1400円ぐらいなんですよ。Amazon とかでもいろんなの探したんです。どれがいいのかなとか、あと置くタイプのものとかもね。床に置いてそっから伸ばすみたいなのもあったりとかあるし、あとなんだろうな、こう、病院のさ、テーブルみたいにこう、ここら辺からこう、この枕のとこに足を
置いてこうやってタブレット置きますみたいなのあったりとかするんですけど、それだとどうもこう俺の寝返り打った時とかにぶつかりそうだったりするんで、まあそもそもでそういうこう完全に睡眠前まで見るような想定の使い方じゃないんだろうけど、なんかこれがその本当にあの価格も含めてですね、価格とまあそのこの形的にもまあなんか俺のに合ってんのかな、でそういう、ズボラ生活っていうのがどれぐらい快適なものなのかっていうのちょっと試すのにはいいかなというふうな思いで、手に入れてみました。はい、まあ仕組みとしては結構チープだったりしますが、これでね快適になればいいかなと思います。まああの YouTube とかも含めていろいろと楽しめればなというところです。はい、ということでまた見てな。バイバイ。